今年7月に行われた県高校総体の代替大会。休校、練習中止、さまざまな逆境を乗り越え、男子走り幅跳びである大記録が誕生しました。東海大静岡商業1年、深澤瑞希。記録は7メートル67。これが高校1年生の日本歴代最高記録。実に20年ぶりの記録更新となるビッグジャンプでした。60以上を今年は目標にやったんで、それを超えられてとても嬉しいです。1年生だからとかではなく、先輩にも勝っていきたいって思ってたので、とにかく負けたくないという気持ちで挑みました。中止となったインターハイに代わり、各都道府県の代替大会をランキング化したリモート選手権でも堂々の1位、陸上種目全体でも唯一の1年生チャンピオンに。身長182センチ、長い手足を生かした跳躍力に、100メートル10秒台とスピードも持ち合わせた幅跳び界期待の新星です。まだまだ見てる通り非常に体の線も細いですし、力的なものあるわけではないので、この冬にかけてやっぱりしっかりと筋力的なものもバランス的なものも、そして速さ的なものもいろんなものを向上していけば、来年はもっと面白い選手になるんじゃないかと思ってます。今はまだ原石が少し輝いただけ。陸上歴はわずか3年半と短く、小学生の時はスポーツと無縁でした。だからこそ磨けばさらに光ると、菅間監督も期待を寄せています。自分が中3の時の全校生徒が20人っていうとても小さな学校です。部活も3つしかなくて、ソフトテニスと陸上と吹奏楽、その小学校行った時からの友達が陸上一緒にやろうって言われて、で入りました。生まれは山梨県。国内で最も人口の少ない町民1000人ほどの早川町で過ごす中、たまたま始めた走り幅跳びで身体的才能が開花し、いきなりの全国優勝。これには高校陸上界の強豪校もこぞって引き抜きに走る中、彼は全国王者を数多く輩出した県内の東海大静岡商業でさらなる高みを目指すことを誓いました。この息子の決断により、中学を卒業するとなんと一家総出で引っ越し、実家の温泉旅館を親戚に託して静岡へと移り住んだのです。全力でね、やりたいことサポートしてやろうかっていうんで、で娘もねこっちにもともといたんで、東海大学行ってるんで、でじゃあ4人で静岡でちょっと再出発してみようかっていうんで、住むとこ探したり仕事探したり、随分久しぶりで履歴書の書き方随分忘れました。大変でしたけど。で家族みんなで行くよって聞いた時はどう思ったの？嬉しかったっていうのと不安がある。今までと全然違う仕事になっちゃうから大丈夫かなみたいな。正直父の決断に戸惑いもありましたが、新天地で結果を出す、代替大会で出した大記録は家族の熱意に応える最初の恩返しです。さらに彼の存在は静岡の陸上界にとっても大きな起爆剤。先月の大会では先輩も奮起し、2年生の北川が深澤の記録を上回る7メートル81をマーク、県高校記録を更新したのです。中学3年生の時から県でずっと自分が1位だったんで、すごい子が来たなと。現在全国高校ランキングでは北川が2位、深澤は3位。一人の天才の輝きが周りの才能をも伸ばし始めています。陸上王国静岡に現れた世代屈指のジャンパー深澤瑞希、これからも注目です。7メートル90とか今の自己ベストよりかも上の記録を出せるようにしたいっていうのと、
あとはとにかく楽しんで、まあ、1年生だけど、まあ、先輩に勝負を挑むっていう形で楽しみたいと思います。おととい行われた全国高校陸上男子走り幅跳び、高校1年の歴代最高記録を持つ東海大静岡商用の深澤瑞希が準優勝です。最後の跳躍までの時点で2位、逆転優勝を狙い1年生ながら観客を煽る大物ぶり。俺がさらに越してやろうっていうそういう気持ちになったので。しかし惜しくも一歩及ばず優勝とはなりませんでしたが、まだ1年生、今後のさらなる成長に期待です。それ全国大会っていう中でもしっかりと、まあ、記録を残せて、そのセカンドベスト58を飛べて、まあ、嬉しかったです。